僕の保育園の同級生です。保育園の同級生です。でその卒業したらまたずっとバスケお互いしてたんで、あ、何かしらこうあって、もうずっと会ってはいたんで、次回用意してバスケもちょっとでしょ、生徒会とかもいい、あ、そう、生徒会もいい、生徒会入っとったんじゃん、議長と副会長から、そうマジで、でバスケキャプテンと副キャプテンで、で韓国もなんかそう一緒に中学で、すげえ、マジでなんかその、交換留学生みたいな、結構さ、優秀な学生やったよな、いや、と思うでしょ、あのね、男性、いつもだったら女性2人の男性1人しか選ばれないんですけど、その当時だって男性2人だったんですよ、おめえらホモな違う、で、男性2人で、そのたまたま生徒会してたのが男子の2人だけだったんですよ、議長とかなんか微妙な職種やん、議長職なんかやっとるけど、微妙だよね、副会長の方が微妙じゃないですか。どうやろう。そうだ。議長まだなんかこう回すじゃないですか。副会長も黙ってけ。そう、黙ってけ。今黙ってけ。でも間違いなく言うのはおめえら仕事してねえでしょ。どうでしょう。本当にしてないです。してねえ。してねえ。何もしてない。ヒロで同級生何人ぐらいやったの。120人。そんなもんなんやな。俺らの年代が結構少ない年代で。三クラスだったね。俺ら。普通多分140とか150ですか。そのクラスなんで。で、差はどうですか。やっぱ最高ですよ。あ、いい感じですか。ものすごい。いや、でも本当に、なんか、子供も、あの体験、でも初めてですよ、私も。稲刈りちゃんとしたの。あ、稲刈りしたことないですか。いや、ちゃんと。いや、したことないと思うんですけど。多分、僕の1個下からゆとりになってるんですけど。だから多分ゆとりが世代的にいやいやゆとりはだらですけど微妙なところやね。でも本当にあのちゃんとあんまりこう買っていいよって言われて、ああなるほど、あんくらいでもね、なんか大雑把というか、うん、ね、でも今の学校って入れ替えせえへん、それとかもっと取るとかちょっと火弱いと今日ちょっと正直不安やったの、稲刈りとかやるとかですか、つまんねえじゃん。いや楽しい。いや、つまんないですよ。いや、そうそう。今まで下ことあるよ。稲刈りはそこないです。思ったんだけど、子供ら見たら、なんか大喜びやっとるけん。ゆずちゃんとか。なんか良かったなって。ねえ、もう真剣に。ね、しかもそれぞれなんか考えてやっとるなって伝わったけん。ほんと面白かった。いろんな工夫があったよね。お願いします。あれ、ばあちゃんに怒られんの。あ、確かに、それは全然大丈夫。人参とかこんなしかねえよ、ズボズボ抜けようって。でもね、あれぐらいが意外と美味しい。子供にとっては多分一番面白かったんじゃないかな。その、多分3年間3年間、そこまで遡りました。幼稚園3年間まで年長をやってました。ああ、って話すよね。今日本当になんつうか、ああいうことやらせたらもうなんつうの、ムチつつようにズボズボ抜いてズボズボ切る、ああやべえとか思ってたんですけど、ちゃんと考えてこう引き抜いたり、これがキュウリで食える部分ねってちゃんと、いやでも上手になってましたし、そういやなんかちゃんとこう、いや最初は無理かなと思って一緒にこうゴキゴキしてたけど、話してもやるやん。こっちがこう分けてやりますって言うから、年代別とか習熟と別にやるかと思ったら、じゃあもう全員行こうとか言い出すから、お前マジか。人んちのなんかコンバインみたいなやつ勝手に乗ってなんか、あれめっちゃすごかった。あぶらぶらぶら。いやでもちゃんとうまく乗り込んだ。あれの車乗りたくない。ちょっと焦ったでしょ。
って思う。おぉ違ったって違った違ったいや、楽しかったその後楽しくて結構長めに乗るやん一瞬回っていいですかすぐ降りるかなと思ったら長く乗るーとそう、娘さんがめっちゃ待っとったのそれに乗ってるよねパパなんだよパパが乗ってるんだよそうそうそうみんな途中から違う方向行ってましたねもうパパ帰ってきたねってもう一周行くからもうもうこっち来てって言って早く帰ってきて早く帰ってきてお兄さん横でずっと頑張って見てくれてたそう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 教師教師教師めっちゃ面白かった30いけるんですよこのスピードでなるほどあれは面白かった娘めっちゃ待ってましたね娘待ってたパパ帰ってきたすいません、ね、興奮したでしょやばいこの機械買い替えるっつってるけどいいあの試乗車じゃない試乗車試乗車あれ試乗車じゃない試乗車なの試乗体験会ではないんです面白かった乗らせていただきました急にだいぶ乗り乗らせてもらいましたあれは面白かったですでもああいうのね意外と乗ってる人乗ったことあるけど少ないですねいやおらんすよ大体いないと思う途中で止まったりしてねいやそれを狙ってたんですけどねどっちでやらかせやらかせ噛んだわとか言うあのお父ちゃんが言うたらはいはいやったらって動くいいなんか趣味ってそういう感じあやっぱ頼ってますよね信頼感でもだって2回目っていうのもあって、はい、なんかヒロ君とフリーマンの掛け合いの時間もちょっと短くなってたあれをあの清水さんがもうこうしようってでもそれはそうか撮影とかももうポンポンポンってもうやるそうそうもうしちゃおうみたいな感じだったけど確かにあの時結構清水さんがじゃあ撮ろうって言わないと始まらない感じでしたねちょっとくたくたってそうそうそうですね。ジャンプするかしないかの下りのやつ。まああの秋元さんみたいな感じ。秋元さん、ヤスさんみたいな感じの立ち位置で結構僕たちをプロデュースしてくれた感じ。いやでもすごいと思うし。子供たちが本当楽しんでやってくれてたんでそれが良かった。いやもう子供たちも楽しい。すぐ仲良くなってましたしね。初めて会う子たちでも。そうちゃんとリーダーシップも取ってた。ね、年長者から。あ、ね、あの子、ここじゃない。いや、多分一番俺今日個人的に助けになったのはオタクのあれでしょ、あれ。ちっちゃい子。パパを待っとった子。あ、ミュージャク。うん。お手伝いできることありますか？おや、誰や。お前何年生って聞いたら見てみたいな。収録時。そばはいはいはいすぐそばにすげえこいつ今その瞬間に奥さん出てきてほしかったわしやあいつちゃんと話も聞くし靴も揃えるしすげえこいつ同化の上逆に聞いてるんですよ同窓出てるわけになるんですよえ嫁です嫁すごいね嫁の人本当、そういう人は2年生ぐらいかなと思ってたよ。影響さんです。未就学じゃん。僕怒らなさそう。怒り役と甘えさす役。猫とか分けても、これだったらうまいでしょうね。うまいでしょうね。でも男の子とかなんか女の子みたいにちょっとおとなしいですよねお行儀がいい悪くない良くないこれから見たらだいぶお行儀がいいよ男の子もちょっとワイルドでいいのよとか思ってたんですよでもおとなしい方の2人よねおとなしいおとなしいだから合うみたいでおとなしめで遊びながらそうなんだあそこでタカちゃんとか
か、のぶちゃんがのぶちゃんだけによったらもう、確かに、ね、なるほど、たまに男のやつ、男の子やなって思うのは興味関心があった時にもうアコストレートに行っちゃうトラクター真剣に見てたんですよね。そう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 、ああ本当、ああいうの俺超大事にしたいマジで。どの目線で？どの視点で大事にしてる？いいな。チャンネル登録よろしく。カモンベイビーうさし、また見てね。カモンベイビーうさし、チャンネル登録よろしく。カモンベイビーうさし、また見てね。